雪が吹き荒れる信濃町。気温は氷点下にもかかわらず、外にいるのは水着姿の男女。水風呂にドボン。こんなことができるのは中でじっくり体を温めているから。あれ寒くないですか？寒くないです。で、本当脱げてもいいんですけど。コロナ禍でも土日は満席という完全予約制のアウトドアサウナです。いやもう整いました。このままなんか吟じたい。サウナで感じる整うとは？おっと、雪の上に寝る人も。信州のサウナ事情です。もうなんか憧れの場所ですね。うん、なんかなんだろう、すごい便が悪いじゃないですか。便が悪いけどそれでも来たい場所。サウナ好き憧れの聖地があるのは信濃町。本場フィンランドのスタイルを体験できるザ・サウナはおととし2月にオープンしました。野尻湖畔に2棟あるサウナ小屋は手作りです。真ん中にストーブがあって、その熱々にした石にこう水かけて蒸気を発生させるっていうサウナなんで、日本にあるこうカラカラしたサウナというよりは少しウェットなサウナに近いので、それをまあ自分でセルフで水をかけることができるので。新型コロナ対策として定員を8人から6人に減らし、サウナの中では会話を控えるよう呼びかけています。10の都府県で緊急事態宣言が出ている今も予約状況は衰えていません。もともとやっぱり関東のお客さんとかが非常に多かったので、キャンセルがドーンと出て、あこれやばいなとは思ったんですけど、逆にここ上越市とか長野市が近いんですけど、そこのお客さんが結構来てくれて、意外と満員になって。どうですか？いや最高ですね。自然にまみれてる感じがします。ぜひ後で体験してほしい。本当本当です。雪の上歩いても平気だ。さあ水風呂です。水風呂は黒姫山の伏流水を引き込んでいます。ちなみにこの日の水温はなんと2度。サウナ上級者にしか勧められません。うわー気持ちいい、最高って。冷たい。サウナ、水風呂、外気浴、暑さと冷たさを繰り返し味わうことによって徐々にリラックスしていきます。こうして至るのがサウナ好きがハマる整うという状態。出たって決まったの体が。
近年、男女を問わず全国的なブームとなっているサウナ。信州初のこんな商品も今、入荷待ちの人気だといいます。じゃあこちらが運べるサウナです。これがサウナ？冷え切った体を芯から温めるサウナ。コロナ禍でも売れ続けるヒット商品がありました。駒ヶ根市の薪ストーブ店が販売するのはリュック型のサウナです。税別88,000円。決して安くはありませんが、おととし発売してから売れ行きが年々倍増しているそう。注文がずっと埋まってまして、まあ、それを皆さんお待ちいただいているような状況でなってます。その名もモバイルサウナ。もはやサウナも持ち運ぶ時代ということでしょうか。ショールームの庭で建ててみると、わずか15分で準備ができました。雪の上でも川辺でも場所を選びません。中のストーブで火を起こしてから15分後。おお、うわあ、暑い暑い暑い、うわあ、すごい。カメラが曇っております。南アルプスが見えます。薄いテントでも中は70度。煙突がついていて煙による息苦しさなどはありません。煙は外に出ていきます。広々としてますね。そうですね、まあ、定員2名で、ゆったりと楽しんでいただければと思います。薪を拾うことから始まって、そこも楽しみの一つでね、組み立てもそうですし。ああ、空気が気持ちいい、涼しい。よいしょ、整った。信濃町野尻湖畔にあるサウナ施設も、冬の信州ならではの整い方を PR します。やっぱり冬は外気浴がすごい気持ちいいっていうのと、あとは雪にダイブしたりとか、そういったことができるっていうのは冬のこの魅力かなと。あとは冬の時期って虫とかもいないので、すっごい静かなんですよ。やっぱその静寂を楽しむっていうのも一個僕はおすすめのポイントかなと思います。自然を全身で感じる贅沢な時間です。